じゃあみんなが最近見た面白い動画の話してよ。おすすめのさ、これおもろかったでみたいな。気になるんですけど。海ディグダ。海ディグダの動画はめっちゃおもろいよな。貫禄のある赤ちゃんシリーズ。え、めっちゃ気になるそれ。貫禄のある赤ちゃんシリーズ。海外の赤ちゃんとかね。なんかさ、大人が赤ちゃんになっちゃったんかってレベルでさ、なんか踊ったりとかさ、表情豊かだったりする子結構いるよね。ふぶさんとバックルーム何回も見たら、え、それお母さんにも言われた。ミコのさ、お母さん、結構さ、切り抜きとか、ミコのと、アーカイブとか、見てくれるんですけど、ふぶさんとやったね、ホラーゲームのね、バックルームってやつ、あれめちゃくちゃ面白いっつって、あれ好きって言ったとさ、昨日さ、切り抜きで言うとさ、星町家でね、ミコの切り抜きの動画が流れたんだよ。なんかみんなで、ね、YouTube 見ててさ、それこそこの、ボゲーチを見て限界化する桜ミコみたいな、切り抜きの動画で、めっちゃアネマチ笑っててさ、ふぅ、そんなに笑うとこあるみたいな。二人ともなんか笑ってて。初めてだよね、なんかその、自分の家族以外になんかテレビでさ、切り抜き見られて、なんか、爆笑されてるとさ、なんか不思議な感覚というかさ、なかなかない。ちょっと恥ずかしくない？恥ずかしいよ。でもなんか家族にも結構そういうの、食卓とかでさ、ね、あったりとか、お母さんがさ、こっちに来た時も、猫の、なんか、切り抜きずっと見て、なんか、リビング行ったらさ、ゴロゴロしながら、ミコの声聞こえるからさ、なんだろうと思ったら、ミコの切り抜きめっちゃ見とるみたいな感じだったから、なんか慣れてはいるんだけど、でも恥ずかしかったな。もう慣れちゃったからね。慣れてるから。はい、それ面白かったよ。